こんにちは、元サイクル大学の元です。今回もガレージ内からバイク情報を発信していきます。今回はリターンライダーの方へ、年数回のツーリングならレンタルバイクもありという、ちょっと長いタイトルの内容をお伝えしていきたいと思います。よろしければお付き合いください。リターンライダーの方で、バイク購入を考えられている方ってとても多いと思います。 400cc のバイクでも、車種によるんですけど、新車で70万円ぐらい、費用がかかります。昔に比べてバイクの価格ってとても、上がっています。実はレンタルバイクでは年10回の利用で保険料も入ってですね、年間約6万円で借りることができます。今回はそのレンタルバイク利用のメリット、それとデメリットに感じる部分ですね、お伝えしたいと思います。まずレンタルバイク店のことなんですけど、実は私もレンタルバイク借りることがありまして、ブログの記事にも書いているので、よかったら概要欄に貼っておきますので、参考にしていただいたらいいんですけど、レンタル819というお店でレンタルをすることがあります。ですから、レンタルバイク、どれにしようか探されるときに、一度レンタル、819を調べてもらってですね、ご確認いただいたらいいのかなと思います。はい、それではですね、レンタルバイクのメリットについてお伝えしたいと思います。まずはですね、いろんなバイクに乗ることができるっていうのは大きなメリットだと思います。それとですね、だいたいレンタルバイク店っていうのは四輪車の駐車場を完備してますので、基本的には四輪車で行ってレンタルバイク借りて、で1日遊んできてお店に帰ってきて、でまた四輪車で帰っていくっていう流れになると思いますので、四輪車で行って、置くところがあるっていうのもね、便利な点かなと思います。であとですね、私が利用しているレンタル、その819のお店では、当日のキャンセル料が、無料です。ですから朝起きてですね、さあ行こうかと思ってみたら、外を見たらもう大雨が降ってるとか、あと家庭内の事情でね、急に、行けなくなったっていう場合もやっぱり助かりますよね。キャンセル料がかからないっていうのはね、この点もすごい大きな、メリットかなと思います。それからですね、整備費用とか、維持費がかからないんですよね。保険に関しても、問題なく、これ対応していますので、ですから、一般的にバイク購入したらその付属のものですよね、その車検があるとか、整備しないといけないとか、今言ってた保険とかもそれが、一切その料金の中にも入ってますので、本当にこれは大きなメリットになるのかなと思います。費用対効果といいますか、レンタルバイクって結構高いっていうイメージを、持ってる方多いと思うんですけど、年間の会員になって、その使用回数、限定されますけどね、その条件でいいやってなれば、逆に金銭的にはお得になるのかなと思います。はい、それではレンタルバイクのデメリットについてもお伝えしておきます。まずはですね、返却時間というのが決まっていますので、結構時間を気にしてですね、1日行動をしないといけない形になります。で当然途中で、渋滞なんかも発生することがありますから、前倒しして走行していった結果、なんか早く帰ってきすぎたとかいうのも実際にありますので、デメリットといいますか、そういった、時間に関しては結構気にしないといけないという形になります。それからですね、やっぱり初め運転操作に、慣れないというか、不安だと思います。毎回同じバイクを、借りるんでしたら、年間、例えば10回で、もう本当に5回とか6回乗ってきたら大体、体が覚えてるっていうのもあると思うんですけど、毎回車種を変えるってなると、最初ちょっと慣れるのに不安感が結構増すかなっていうのはあります。
はい、それからあとあの転倒した時にやっぱり出費が あるんですね。保険に入っていても、面積額っていうのが決まっているので、それはまた詳しくですね、その各レンタルバイク店の、説明というか、そのあたりをこう見ていただいたらいいと思うんですけど、やっぱり転倒した時の、出費のその不安っていうのはね、当然、出て、くると思います。レンタルバイクっていうのがいかがですかっていうことをお伝えさせていただきました。で、実際にやっぱり新車のバイクを買うってなるとですね、費用的な負担と、であとはどんどん本当に乗ることがあるのかなっていうね、そういった不安もあると思いますので、レンタルバイクをうまく利用して、で実際にその後のバイクライフがどうなっていくかっていうのを見極めていくのも、いいのではないかなと思います。参考になれば幸いです。モトサイクル大学ではバイクの情報をいろいろ発信しています。モトサイクル大学への入学はとても簡単で、チャンネル登録をしていただきますとどなたでも入学ができます。よろしければチャンネル登録してください。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。